おはようございます。ただいまですね、再び、札幌の大通りバスセンター前に来ています。今回はですね、ちょっと新しい企画をですねやりたいと思います。本家水曜どうでしょうリスペクト、深夜バス素人が札幌博多3夜連続深夜バスの旅をしたらどうなるのか、イエーイ。深夜バス素人が札幌博多3夜連続深夜バスだけの旅。2001年に本家水曜どうでしょうが行った5周年記念特別企画、札幌博多3夜連続深夜バスだけの旅。この企画は企画立案を行ったミスターが己を犠牲にし、視聴者の皆さんが一番見たがっているであろう自分たちのやられっぷりをストレートにお見せしようとした小細工なしのやられ自慢の企画である。今回は18年前彼らが行った企画を拝借して、どうでしょう軍団が通ったルートを深夜バス素人が18年後に再現しようという企画である。それではルートを説明しよう。まずは1本目、23時50分札幌発函館行きの深夜バスニュースター号に乗車。5時間半後の翌朝5時23分に函館五稜郭前で下車。その後フェリーで青森に渡り、十分な休息と小ネタを挟んだ上で2本目、21時青森発ラフォーレ号に乗って一路東北道を東京へと向かう。翌日の朝6時42分に東京に到着。東京で十分すぎるほどの休息を取った後、いよいよ3本目、21時東京発キングオブ深夜バス博多号で九州は博多へと向かう。博多到着は14時間後の翌日の昼11時17分。全てのルートの各サービスエリアに到着後レポートを行う。移動距離は約2200キロ、乗車時間は29時間32分。今誰も得をしないマニアだけが楽しめる企画がスタートをする。でですね、時刻は現在、夜の11時35分ということで、あと15分ほどでですね、このバスセンター前から、まずは函館に向けて深夜バス1発目が出発します。まずですね、札幌函館間はですね、2001年当時では、オーロラ号というのが通ってたんですけども、今回はですね、札幌函館間のニュースター号というものに乗ります。途中ですね、休憩ポイントあると思うんですが、いかんせん工程をよく分かってないので、水曜どうでしょう本体は、中山峠、長万部、森を挟んで、函館駅前に到着したので、そのルートになるのか、またまた他のルートになるのかはちょっとわからないんですが、今回検証してみたいと思います。で、僕は深夜バス自体が初めて乗るので、ど素人です。果たしてどうなるのか、とか生きて帰れるのか。多分絵的にはですね、ただただ移動してる車内が映るので面白くはないかなと。後続車で誰かが追ってくることもありません。サービスエリア休憩所で、まあ今こんな感じですみたいなレポートは入れようと思うんですが、僕が寝てたらごめんなさいと。なんとかですね、ニュースター号に乗ってまずは函館まで行きたいと思います。Thank you.
函館特急ニュースター号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより道央自動車道にて函館へ参ります。五稜郭公園前、函館アリーナ前、湯の川温泉、終点、上湯の川町でございます。途中の天候、道路事情により、一般国道へ迂回する場合もございます。ございます。五稜郭路駅前に到着しました。非常に眠いですが、気持ちがいい朝です。簡単にニュースター号のレポートをしたいと思うのですが、ですね、昨日の夜、11時50分にですね、札幌は大通りのバスセンターの前を出発しました。そこからですね、現在時刻が5時20分ぐらいかなだったので、大体5時間今日かけて函館の五稜郭路駅前まで来たということです。でですね、途中の、サービスエリアとかでレポートをしようと思ったのですが、乗務員のですね休憩のみみたいでして、ニュースター号で途中で、降りて、レポートするっていうのができませんでした。初めての深夜バスだったんですけど、まあ意外と寝れました。札幌を出たらですね、もうほんとすぐ車内がですね真っ暗になって。っていう感じだったので、札幌駅を出てからはですね、函館まで一直線という感じでしたね。ここからですね、今度は青森に、フェリーで渡って東京駅行きの、ラフォーレ号に乗ってですね、今日はですね東京の方に向かいたいと思います。ではですね、フェリーターミナルの方へ行きたいと思います。
堀駅でございます。函館にですね、朝の5時半前ぐらいに着いて、フェリーで青森に渡って、大体10時間ぐらいが経ちました。今日はですね、ここからまた深夜バスに乗って今度は東京の方に、向かいたいと思います。乗るのはですね、どうでしょうファンおなじみのラフォーレ号でございます。東の西横綱ですね。で今がですね、夜の8時36分ということで、もう少ししたらですね、そこのバスターミナルにですね、ラフォーレ号さんがいよいよご登場という感じになってます。で、9時に青森を出発しまして、予定では、朝の6時42分にですね、東京駅の日本橋口の方に到着するという流れになってます。どうでしょう軍団は、夜の9時50分に出発して、朝のですね7時20分に到着するというバスに乗っていったので、あの時はですね、ミスターだけが乗って大泉さんが後ろの藤村さんたちと一緒の同行する車に乗って行ったという。でその時にですね、途中下車なしとミスターからの、連絡が入って慌てふためくと。で途中のサービスエリアで、ターミネーター2のようなグッドラックというようなポーズをしたミスターが取材されたのが名場面と。なので、ですね、今僕もこれからラフォーレ号さんに乗るんですけど、今日ですね朝函館に降りた段階ではそんなに疲労感感じなかったんですけど、フェリーに乗って青森着いたあたりからですね、めちゃくちゃ眠くなって一気にですね疲労感が漂ってきました。でなんとかですねだましだまし、ここまで過ごしてきたのでラフォーレ号さんが快適であればありがたいんですが、ただですね、3夜連続深夜バスの時はミスターさんはこのラフォーレ号さんが一番やられたと言っていたので恐怖ちゃうんですけど、ちょっとですね覚悟を決めたいと思います。深夜バスというのは乗った直後ではなくて乗って数時間経った後に疲れが来るっていうのをですね学びました。いやものすごく疲れてます。なんとかね、東京駅の方まで頑張って乗っていきたいと思います。で途中の工程僕また昨日のニュースター号と同じで全くわからないので、途中のサービスエリアとかで降りられるのであれば降りてレポートしたいんですが、そこは流れに身を任せたいと思います。ではこの後いよいよラフォーレ号さん登場です。東京駅経由東京ディズニーランド行きラフォーレ号です。